誰が来るだろうか。誰でもええ。宗像やろうが荒井やろうが東条会を潰すような間にはさせん。さあ行こう。お早い到着ですね、堂島会長。荒井、来ると思ってましたよ。まさか今回の騒動、裏で軌道を操っていたのがあなただったなんてね。そうなんだろう、軌道。すいません、兄貴。いつ気がついた。軌道から1000億の話をされた時です。秋山さんの1000億を奪い、葛城に渡すふりをするから自分を宗像の計画に参加させてほしいって言われた時にね。軌道は私の信頼する兄弟分です。だが宗像と私の関係についてまでは知らないはずだ。もしそれを軌道に教えられる人がいるとすれば、それは大吾さん、あなただけです。そういうことか。あなたはわざと軌道を葛城に近づかせ、1000億のことを吹き込ませた。すでに宗像に見捨てられ晩作尽きていた葛城を奮い立たせるためにね。あなたの計画通り、上野清和会は桐生さんたちと衝突、宗像の力を借りることなく壊滅に追い込んだ。だがそこで誤算が生じた。冴島靖子の死です。あなたにとってはあのまま冴島靖子に生きていてほしかったはずだ。そうすれば桐生さんや冴島は戦う目的を失い、カムロ町から去るはずだったんですから。驚きだな、そこまで分かっているとは。急所を外して軌道を生かしておいたのもそれを確認するためです。あそこで殺さないでおけば必ずあなたと接触するはずだと思いましてね。いつからだったんですか、東条会を裏切ってまでこの金を得ようと考えたのは。裏切るか。そうでしょう、これは明らかな裏切りだ。桐生さんや風間さんといったかつて東条会を支えた人たちの恩にあなたは背いた。あの真島さんまでをも宗像に差し出して、どうしてそこまでしてこの金を。お前に何がわかるんだよ。弱体化した組織、直系100団体、3万人もの人間を動かしていくことがどんなことなのかお前に分かるのか。会長、今までは桐生さんといった英雄に救われ、東条会の金看板は守られてきた。だがそれももう限界に来ている。誰かが犠牲になってでも組織の基盤を再構築する必要があるんだ。その犠牲ってのが警察に真島さんを差し出すことだったってわけですか。大吾さん、あんた間違ってる。これも東条会のためだ。俺が守らなきゃ誰が東条会を守るってんだ。お前が守れんのか、荒井。それにお前もやってることは俺と大差ないはずだ。口じゃ極道なんて言ってもお前がやってることは所詮警察の犬だろうが。確かにそうだな、そう言われても仕方ない。
お前もしかして。ああ、俺はな、最初から極道なんかじゃない。あの宗像が東条会を乗っ取るために送り込んだ潜入捜査員だったんだよ。兄貴が刑事。ああ、だがもう俺は違う。俺は上司である宗像を裏切り、この手で殺した。俺は大吾さん、あんたとは違う。俺は運命に抗ってでも自分の信じる正義を貫く。この金もその正義のために。甘いな。人間にはね、千年以上前から決まっていることがある。主従関係を超えてはいけない。どの時代でも必ず使う側と使われる側の人間は決まってるということだ。副総監、どうしてここに。痛いだろう。だが死ぬほどじゃない。技術の進歩すごいもんだよ。25年前とは格段に性能が違う。それはボート鎮圧用非殺傷弾、つまりゴムスタン弾ってやつだ。まさか俺があんたを撃った時の拳銃は。お前はこれで私を殺したつもりになっていたようだな。この爪の甘さが君の限界だよ、新井君。君に正義は実現できない。それに堂島さん、あなたも同様だ。あなた程度の器では東条会という組織を支えるのは大変でしょう。ああ、そっちの君は1000億もの大金を偶然見つけて夢を見てしまったんだろう。人間夢を見るのは悪くない。それくらいは許されることだ。宗像、私の背後にいるのは私の忠実なしもべだ。君らはここで死ぬ。私の崇高な理想の邪魔になってはならないからね。さあ、誰が誰を殴りましょうか。ヒトちゃん、迷ってたお前に腹くくって勝負据えてけしかけたのが俺。それから俺もきちんと腹くくらなあかん思てな。冴島さん、
お前には悪かったと思ってる。登場会をお前一人に押し付けたのは俺の責任だ。だから俺ももう逃げない。俺なりのけじめはつけるつもりだ。キリュウさん、お前は伊佐井さんのおかげで死んだはずになってたあの谷村です。俺はあんたみたいな自分の手を汚さない、自分の足で動かない人間が大嫌いなんだ。あんたのために犬死にしていった杉内さんや久井さんのためにもちゃんとあんたを捕まえさせてもらうよ。この小僧が。さすがですね、秋山さん。ちょっと安心したよ。俺には人を見る目がないんじゃないかって疑心暗鬼になっていたんだけど、あんたはちゃんと野望を持った人間だったみたいだ。あんたが宗形を捨てたとこまでは認めてやる。だが人の金を使ってまで貫く正義なんてありゃしない。だから俺があんたを食い止める。いいでしょう。おお、すごいね。俺に初めて出会った時からその覇気があってくれりゃこんなことにはならなかっただろうに。もう時計の針は戻らないんですよ。後悔しても始まらない。ああ、来いよ。くぞー秋山ー。Yeah!
さあ脱げや、ヒドちゃん。おお、ええ体しとるやないか。脳ある鷹は爪を隠すちゅうやつか。秋山さんの店であの金を見たとき、チャンスだと思ったんです。冴島さん俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです、今がまさにその瞬間だってことを。そうか、なら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんじゃない。ええな。はい。ほりゃ、ひどー。うわー。